はい、じゃあ14話ですね、今アメリカをやっていますよ。お、毎回毎回これを書くことがポイントです。もう書き飽きたかもしれませんが、ノートの端っこにね、このビデオを見る上で、必ずメモを取って、板書して、ください、そうすると歴史の流れがよくわかると思います。面倒くさがらずに板書をしながら私の授業を聞いていただければなと思っています。よろしくお願いします。じゃあ第14話ですね。前回アメリカがバーッとね、西へ西へ、これはもう神様がね、そうしなさいって言ってるかのような、明白な天命だということで、アメリカがどんどん大きくなっていくっていうような話をしましたね。はい、そういった19世紀のアメリカの姿を少し図に表したいと思います。19世紀のアメリカはこのようなイメージで表せます。まず早々と独立を達成した東側は北部と南部に分かれて、何やらちょっと仲が悪そうです。この北部と南部が戦ったのが南北戦争ということです。はい、そうして南北戦争があったり北部と南部の対立がありながらもじわ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 とアメリカは西へ西へ拡大していくようなイメージだから、その頭の中でね、アメリカには北部と南部そして西部この3つの地域があったっていうふうに把握しておくといいんじゃないかなと思います。そしたらですね、このアメリカを舞台に北部と南部が戦う南北戦争の話を進めていきましょう。最大の内戦である南北戦争です。もしかしたらね、北部と南部が戦った結果、南部に別の国ができたかもしれません。しかし今はアメリカ合衆国は一つですね。この南北戦争を経験してアメリカがどのように変わっていったか、その前に南北戦争の原因はそもそも何なのかっていうことを探っていきたいと思います。まずはこの北部と南部が経済面でどうやらこのお金をめぐる問題で仲が悪かったというような話をしたいと思います。じゃあ
北部と南部だけをこう取りますよ。北部と南部だ、はい、さあじゃあ北部はどういうものか。北部はこの当時商工業が中心に栄えて、商工業が伸びてきたっていうことですね。ということは商工業ということは何か製品を作って売りたいっていうのが北部の思惑です。するとですね、この商工業には特に、有利な国が世界にもう存在しているわけだ。この商工業ならば世界をリードしているのがイギリスという国があるね。イギリスも商工業が中心というか世界で最も商工業の力がある国が存在するわけだ。そうするとアメリカの北部とイギリスはどういう関係になるかっていうと仲良くなる？それともライバルになる？どっちだろう？同じことをやっているからライバルになりますよね。だから北部は世界の国々、製品を作って売りたがっている世界の国々、特にイギリスはライバルなんだ。なのでアメリカの北部で T シャツを1枚1000円で作って売るとしよう。しかしイギリスは産業革命だ。産業革命とは大量に折れる、しかも人の力が少なくて済むわけだから当然安くできるわけだ。だから T シャツ1枚250円で作れるとするね。そうするとイギリスの商品が250円で入ってしまうとアメリカの商品は売れなくなってしまうっていうことになります。はい、イギリスに限らず産業革命を達成した他の国の商品が安く入ってくるとアメリカの商工業者は自分の製品が売れなくなってしまう。安い製品がどっと入ってくるとね、困るということだ。なのでできるだけこのイギリスと北部の間、アメリカ北部との間に壁があった方がいい。これが関税だ。例えばイギリスで250円で折った T シャツを入ってくるときに、プラス700円の関税をかけると950円になる、ね。アメリカ製品、製のアメリカ製品と950円のイギリス製品だったらどっちを買ってくれるかは消費者の好みだろうということになる。だからできるだけ北部はイギリスとの間に壁があった方が良いんです。
このように、国と国との貿易に、壁を作るようなアメリカの商工業者が潰れないようにイギリス製品に高い関税をかける、このような貿易の仕組みを保護貿易と言います。一方南部ですが、そうですね、上に書いちゃいますが、ノート上では下にの、書いてください、なんでね、南部は産業の中心は綿花、ですね、それを育てるっていう農業が産業の中心でした。綿花っていうのは何だ、それは綿織物を作るための原料であるじゃないか、原料を生産するっていうことだね、だから原料を売る場合は、この製品を作って売るっていうのとはまた別だ。原料を生産した以上は誰かに買ってもらわなきゃいけないね。そうすると、アメリカの商、その北部の商工業者に売ることもあるだろう。しかし、買ってくれるんだったら、だってバンバン、今産業革命で織物が折れているイギリスに原料を売る、世界中の国に原料を売りたいなって思うのが南部の思惑だ。世界の国々、世界中どこでもいいです。で、特にイギリスは産業革命後なので原料をもっとくれもっとくれって思ってるぐらいだ。お得意様になるわけだね。ということは南部と世界中の国々の間に壁はできるだけ少ない方がいいんだ。自由にいろんな国に原料を売りたい。そして安いんだったら250円の T シャツでもいくらでの T シャツでもいいから欲しいなって思うのが南部の思惑だ。このように壁を作らずにいろんな国に自由に品物を売りたいなっていうこと、これが関税をなくし、特にイギリス、イギリスにもっと綿花を売りたいと思いますよね。こういうスタイルの貿易を自由貿易と言います、北部は消しちゃいましたけど、北部はイギリス製品、イギリスと同じものを作っているわけだね、だからイギリスがライバルになる。
だからイギリス、ライバルのイギリス製品が入ってこれないように壁を作ってくださいよっていうわけだ。一方南部は綿花を買ってくれるんだったらどこの国でも売りたいから、壁はなくしてくださいよっていうんだ、ね。壁があった方がいいのかない方がいいのか、保護貿易がいいのか自由貿易がいいのか、このようにいい対立をするということです。続いて、はい、今経済面での対立と言いましたが、じゃあ経済面以外でももう一つの理由で、北部と南部は対立をしています。はい、もう一回、このような図を書きました。北部と南部の対立ね、それは奴隷問題というところが あります。でね、じゃ あ先ほども言ったように北部は商工業、南部は農業であるならば、どちらの方が単純、仕事が単純かというと、圧倒的に南部の方が仕事が単純なんだ。綿花を取るときっていうのは、作るときっていうのはまず種をまくだろう。で、雨はそんなにいらないんだ。なので、時折草を取ってやるっていうことと、綿花を摘み取る、これが大変。摘み取るシーズンに山のような労働力を必要とする。しかし作業は摘み取るだけで楽なんだ。難しいことはない、ね。そういった特徴がある。だから大量の労働力を安く、しかも単純作業に従事させたい、はい。そしたらこれは奴隷が必要になるだろうと。さあ北部の商工業だね、例えば商工業者はこういうことを考えるわけだ。例えば洋服一つとってもネクタイ一つとっても、こういうものが、例えばネクタイをキュッと締めたらブチって切れてバラバラって落ちてしまうと。せっかく買ったネクタイなのに壊れてしまったよと。いや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 、金を払って買ったんだから責任を取ってくれっていうことになるよね。物を作ったら必ずそこに作った人がその責任を持たなきゃいけない。作ったものの品質に責任を持たなきゃいけないわけですよね、うん。なので、これは単純な作業ではない。機械がおるんだけれども、その機械をうまく管理しコントロールし、作ったものに責任を持たなきゃいけない。例えばロープを作ったとしたら、そのロープがある程度の強さがないと、例えば人を助けの時にそのロープがブチって切れてしまったら作った人の責任になっちゃう。そういうことで
そういう製品を作る上で奴隷ではなく、ね、単純な作業だけではなく頭を使って教育を与えてやって、ね、そのいろいろとこうコミュニケーション能力がある、機械を操作する力がある、文字が読めるというような奴隷ではなくって労働者が必要になる。簡単な方法は何だ？それは奴隷を解放してやって労働者にいいさせるっていうのがいいって思ってる。いやいやいや、うちの南部はね奴隷が必要だから、あ、このアメリカっていう国にとって奴隷は必要、いやいや奴隷を解放して労働者にすることが必要っていうふうに2つの意見がね真っ二つに割れちゃったんだ。奴隷制反対を唱えるわけだ、ね、自由州と言います。そして南部は奴隷制存続の奴隷州ということになります。さあそしたらですね、じゃあ北部は奴隷制、反対、そして南部は奴隷制賛成。そしたら先生はこちら、もう一つの地域の話をしましたね。それは西部だ。じゃあこの西部がどのように考えるか。北部は西部さん、うちの味方になってよ、西部の人たちも奴隷制には反対ですよね。南部の人は南部の人で、いや西部の方々、ね、奴隷制は必要ですよねって言って、それぞれ西部を自分の味方の方に引き込みたいわけですよね。西部に対してうちの味方にならないか、うちの味方にならないか、奴隷制は賛成ですよね、奴隷制はいやいやいや反対ですよね、西部さんねっていうわけだ、はい、そこで西部に、まあ、あるところに人口が何人とかいうふうに、面積がいくつっていうふうになるときに新しく州が成立します、ね、新しく州が成立しますよ、うん、
この州ができた時に、はい、北部の味方になりませんかって言って奴隷制を取らない、これを自由州ね、そして、新しく州ができる時に奴隷州がね、南部の味方になったのを奴隷州と言いますが、新しくじゃあこの州ができそうだっていう時に、北と南で取り合いが起こる、いつも取り合いになっては喧嘩のもとだということで、はい、簡単なのはビーッとラインを引いて、これが36度30分というこのラインで、ここから上にできた州は自動的に北部のに加わると、ね、その南にできた州は自動的に南部に加わって、こちらでは奴隷は禁止、こちらで奴隷 OK っていうふうにしたら、あ、いいんじゃないのって、そうだそうだねって。しかしね、北側である大金持ちがですね、うちでもね奴隷を使ってでかい農園を経営したいっていう人が現れてくるわけですね。それがミズーリ協定を破棄して、住民に委ねるっていうことを、まあ、この州でね、起きたわけですね。どちらかというと、この北が自由州のはずなのに、奴隷州になってしまったと。要するに北部の人たちにとってこのカンザス・ネブラスカ法は損だったわけです。なので北部の人たちはこのカンザス・ネブラスカ法には反対だったわけですね。で、抗議した。北部の人々が北部の利害を代表する政党として、はい、共和党を組織するわけです。そしたらもうね、経済的にも対立し、奴隷州か自由州かっていうことでも対立をし、これがねいよいよ感情論になってくるわけだね。こういうことは北部で人の心に訴えていくわけだね。奴隷制、
艦隊を文学作品だ。北部の中からやっぱり奴隷制はおかしいよ、奴隷を使ってる南部はおかしいよっていうそのアピールもあって、文学的に非常に価値がはあります。ただこれが南部の人たちにお前たちのやっていること奴隷を、ね、雇っている奴隷を使っているこき使っているっていうのはこんなひどいことなんだっていうその挑戦状にもなったわけですね。ただ我々はこの文学によって、奴隷の苦しい生活置かれていた立場当時の生活なんかが分かる貴重な資料ではあるんですが、まあ北部の人たちが南部にね、お前たちのやっていることはひどいことなんだってドーンって叩きつけたわけですね。なので、ここから先が南北戦争の勃発ということになります。今回はここまでにしましょう。アメリカ南北が対立し、次回は南北戦争に入りたいと思います。今日はここまで。